こんにちは、金沢の宿、花あかりです。今回の動画では金沢の観光地の西茶屋街から長町武家屋敷跡までを歩いて移動するおすすめルートについてご紹介します。西茶屋街から長町武家屋敷跡まではバスでも徒歩でもどちらでも行けるんですが、観光客の方はどちらの移動手段で行ったらいいか判断に迷うこともあるんじゃないかと思います。バスに乗らずに歩いて移動する場合は途中にどんなものがあるのか少し気になりますよね。そこでこれから西茶屋街から長町武家屋敷跡までを実際に歩いてみて、途中にどんなものがあるのか、また歩きながらどんな景色が見られるのか、ガイドをしながらご案内します。いろんな道順がありますが、登録有形文化財に指定されている橋を渡るルートで行ってみたいと思います。この動画をご覧いただくと、西茶屋街から長町武家屋敷跡までを歩いて移動するおすすめルートがわかります。また移動途中の見どころやおすすめポイントがわかりますので、金沢旅行の参考にしていただくためにもぜひ最後まで動画をご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは金沢観光に役立つ情報や金沢の宿花あかりに関する情報を配信していますので、この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。花あかりがどんな宿か気になる方は、概要欄に PR 動画や公式ホームページのリンクが貼ってありますので、ぜひご覧になってみてください。でははじめにマップで位置を確認しておきましょう。西茶屋街と長町武家屋敷跡は 800m ほど離れていて、徒歩の移動時間は通るルートによって変わりますが、だいたい10分から15分で到着します。一方で主要観光地を走る金沢周遊バスで移動する場合は、2つ目のバス停で下車するんですが、乗車時間は約6分です。金沢周遊バスは15分間隔で運行していて、バスの待ち時間やバス停まで歩く時間を考慮すると、バスも徒歩も到着時間はあまり差がないように思います。西茶屋街から長町武家屋敷跡までの最短コースは住宅地を通っていくルートですが、今日は最短コースより2分ほど遠回りをして大通りを通っていきます。西茶屋街の詳しいご紹介は別の動画にありますので、今回の動画では茶屋街の紹介は割愛させていただきます。それでは行ってみましょう。現在地は赤い丸のところです。茶屋街を出たら右へ進んで、1つ目の信号を左へ曲がって川の方へ向かいます。
はい、いかがだったでしょうか。西茶屋街から長町武家屋敷跡までは歩くと15分程度です。今回ご紹介したルートは登録有形文化財の犀川大橋を渡って長町武家屋敷跡の南側から入ってきました。金沢旅行を予定されている方は今回の動画が参考になれば嬉しいです。最後になりますが、金沢旅行の宿泊には加賀五歳の宿花あかりのご宿泊をご検討いただけますと幸いです。花あかりの詳細については概要欄のリンクからチェックしてみてください。このチャンネルでは金沢の魅力や金沢旅行に役立つ情報をこれからも発信していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録をお願いします。また動画が参考になりましたらグッドボタンを押していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。